あ、でもなんかちょっとずつほぐれてる感じ。うん、今動かしました。うん、今入ってきました、またちょっと、うん、いい感じに。ああ、ズバッと、はい、行きましたよ。ズバッと感が、これが、それあーだーおーあー痛い、うん、痛いけどね、うん、このグッと押してあげるという、あーそれすごいよ。なんかこう顔がちょっと綺麗になったんじゃないかな。伸びるかな、ちゃんと。私結構伸びにくいですよ、伸びるから。頑張ります。はい、よいしょ。高さが高さがね、ああ伸びてます。まだ伸びてない。角度もある。いやもう普通の人このぐらいで伸びてますって。いや十分伸びてますよね。私多分あんま伸ばさなくていいんですよ、伸びるから、うん、まあそうですね、今ちょっときたかなぐらい。これで調節、こっちで、はい、伸びてます。ただこれこっち側はあんまり押しても肩が痛そうなんです、はい、そうなんですよね。ふにゃふにゃですよ。そうなんです、なんかやけに柔らかすぎるぐらいなんですよね。多分筋肉が細いから伸びちゃうんでしょうね、はい、うん、ああそうなんですね。あの同じぐらい、そういうことなんだ、うん、筋肉のその柔らかさ自体が変わらなくても、うんうん、太さで変わってくるじゃないですか。ああ確かに確かに、そういうことなんだ。私やけに体ね全体的に柔らかいんですよ。細いからですよ。うん、そっかそっか、なるほどね。なんかでも柔らかいからいいってもんでもないんですよね。うん、あそうみたいですね。うん、なんかあんま動きすぎも良くないみたいで、うん、関節の可動域なんかも広ければ広いほどいいっていうもんでもなくて、うん、でもないって。そうそうそう、まあ、正常な範囲内で、うん、そうだからなんか開脚もベターみたいのが憧れとか良さそうみたいに思ってるけど、うん、90度ぐらい開けばもういいみたいですね。あんまりそれよりいかないのもあまずいけど、うん、それ以上行ったからいいってもんでもないっていう、うん、プラスでもマイナスでも行き過ぎは良くないっていうことですね。そう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 、正常の位置で。そう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 、だから普通に生活するに支障なければいいわけだから、うん、あんまり極端に柔らかいのも怪我とかの方が、うん、負担がかかったりとか、まあ職業的に必要だね、やってる方はいいんですけど、うんうん、なんか変にのストレッチばっかりやってるのも結構危ないというか、実際すごいストレッチよくやってる人だけどめっちゃ凝り性な人知ってますからね。あのやってれば凝らないとかでもないし、うん、間いやあのこれはダメ、響きましたね。なんかここは凝ってますよ。あなんかめっちゃ凝ってるんですよね。めっちゃ凝ってますよ。で力入れられるともう今のコリってなっちゃうんですよね、うん、そうなんですよ。あなんかもう今ここそこ抑えられてたけどここビリビリしますもん。あだだだだ私多分射角筋症候群なんですよ。やっぱり左側の方が張ってますね、うん、今は真後ろから狙ってます。あ、そうなんですね。でもそんなに真後ろ感ないですね。そうですか。もうこれも真後ろの部類ですよ、うん、そんな、そうなんですね。そんなにこっちのキワキワではないけども、うん、もうこれ完全に後ろですね。そうですね、言われてみればもっと射角筋だとこっちの方なんで、そこまでその横側には行ってないです。行けないですね。ああその辺って確かにあんまり押してもらえないかも。その真後ろからの圧ってあんまり、うん、ないないない。どこ行ってもやっぱり横はやるんですけどね、うんうんうん、
首っていうともう結構射角筋みたいな感じになっちゃってますけど。ああね、でも盤状筋とかね、真後ろですからね。うん、ああ、そこなんだなって感じです。この辺のも、やばい、良くないですね。良くないですね。この次に押すポイントが多分、相当来てるはずなんですよ、これ。ああ、そこね、もうね、ちょっとね、なんかそうですね。これそれね、なんか入ってってないですもんね。これで入った。あ、はいはい、あ、はいはいはい、来てます、来ました。それね、すごい凝ってますね。すごい凝ってますね。これ、はい、手元が見えないんで分かんないですけど、はい、ちょっとずつ動かしながら微調整してます。あ、はいはい、あ、でもなんかちょっとずつほぐれてる感じ。今動かしました、今入ってきました、またちょっと、いい感じに。ズバッと、あ、いきましたよ。でもやっぱりその一個前のさっきのところですね、こっちの方がズバッと感が、上の方はでもそうでもないですね。ないですね、そうでもない。なんだろう。ただそのこっちの付け根の方はやっぱりほぐしておいた方がいい。あ、こっちはでも右の方がこのぐらい。右より楽ですか？楽になってきてますね。はい。そうか、右。あれですもんね、これ引っ掛けただけで痛かったんですもんね。そうです、さっきと同じぐらいの力です、これ。あ、右と。そうなんだ、手は全然左の方が。これ右だと、ああ、そうか、それ、ああ、だーおーああ、痛いで、左はい、あ、そう、左も硬いとこ狙います、これ。うん、でも左の方が大丈夫ですか、まあ、耐えられる、痛いけどね、痛いですよ。はい、ああ、あとなんかこんなことですね。あ、はい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 、あ、でも、大丈夫になってきたかも。よし、はい、かかるかな、こっちは。よし、こっちの方が伸びてるかな。あ、そうですね、伸びてる、伸びてますね、結構左右差あるんですね。ありますね、こっちはだって、こう伸ばしてても、こう突っ張ってる感じ、ますもんね、あるんで、そっかそっか。あ、これは気持ちいいですね、いい感じにストレッチで、こうやって伸ばしてるところで、横の伸びてるところをグッと押してあげるという、なんかこう SM みたいな感じですね。これとか、ああ、それすごいよ。ちょっとビリビリしましたよ。はあ、広いな。なるほど。はあ、さっぱりしますね。そうですね。はい。はい、起きてください。はい、ありがとうございます。ああ、すごいね。すごい。あ、でもね、いい感じですね。首がいいですよ。首楽になってますね。あ、ありがとうございます。気持ちよかったです。あ、楽になってますね。はい、よかったです。すごいね。ね、なんか視界も、パッチリしてる、いい感じで、気持ちいいですね。あ、でもいいんじゃないですか。なんかちょっと顔も綺麗になったじゃないですか。これでも結構あれなんですよね。なんか肩首ほぐしてあげると、まぶたがなんかパッチリする人多いんですよ。いや、多分そう。どうですか。目がちょっと大きくなってません？なってるかも。ねえ、なんかこう顔がちょっと綺麗になったんじゃないかな感が。この不思議ですよね。なんでかわからないけど目が結構パッチリする方が多くて、はい、だってすごい首伸びた感じしますもん。
視界がパッチリするから、うんうんうん、光をいっぱい取り込めるようになって、うんうんうん、なんかその目が良くなった感じがするみたいな方は、うんうん、その世界が眩しくなったとか、あ、そう、なんかあの、そう、色がよ、ね、はっきりしたとか、この周り、この辺ね、押してあげると、うん、やっぱりそういう目がね、はっきりしたとか、はい、すっきりしたとか、なんだろう、上に引っ張られてる感じ、うん、あの伸びた感じ、首がそうそう伸びて、あの軽くなって位置が良くなってるなっていう感じとか、うん、小顔効果というか、うん、やっぱり、多分そういうのはあると思いますよ、ね、全体的に顔も綺麗になりそうな、美容面、うん、でもやっぱ片首凝っちゃうと顔色悪くなったりとか、うん、ね、その目元もちょっとねしぼんだ感じとか、顔の姿勢とか顔をね見ていただけるといいかなと思うんですけど、はい、でも本当に気持ちがいいですね。足とか腕とか背中とか、まあ、それぞれ気持ちいいんですけど、うん、やっぱ肩首ってすごい顔に出るというか、ね、目元がね全然違うんですよ。僕今明るいですか？うん、うん、赤、なんかはビジョンがはっきり、丹野さんがいい男に見えましたね。もともとですかね。またいろいろ言われるから。言われますか？イケメンってこれで書いたら、どこにイケメンがみたいなコメントが確かにかっこいいとか、はい、そういうのがあるかと思いきや、うん、全然ゼロでしたね、うん、だから俺はもう最初からそう思ってるんだ。あれ不思議、思わなかったですか皆さん？ねえ、いや、ねえじゃなくて、ね、でも思ってたんですよ旦那さん実際ね。はいはいはい、はい、意外となんかあんま男性に興味ないんですかね、男性が多いから。あ、まあ、見てる方が、そうでしょうね、うん、うん、ありがとうございました。じゃあ講座をよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。